はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、キャッチャーの振る舞いとは何かというところをお話ししていきたいなというふうに思ってます。ジャイアンツの、大城選手がですね、その阿部監督が、小林選手であったりとか、岸田選手のキャッチャーとしての振る舞いを、勉強してほしいとかいうね、発言があったりとか、そういったところっていうのは、野球をあまり知らない方には、あまりわからないのかなというふうに思いまして、今日はですね、一応ジャイアンツでキャッチャーをやっておりまして、すごく岸田選手であったり、大城選手とね、同期入団だったので、それなりにね、キャッチャーとして、いろいろ学んできたのかなっていうところは自負しておりますので、そういったところを、わかりやすくね、キャッチャーの振る舞いとは何ぞやというところを、今日ね、お話していきたいなというふうに思ってます。まず、その振る舞いに入る前にですね、ジャイアンツのその3人のキャッチャー陣というところの、特徴というところをね、見ていきたいかなというふうに思うんですけども、まずは、小林捕手ね。もともと、ずっとレギュラーで張ってまして、すごくベテランっていうところ。で、バッティングが打てないというふうには言われてるんだけども、実際ね、バッティングというところは、3人と比べるとね、3人というか、3選手の中でも、一番、打力としては低いかもしれないですけども、やはりキャッチャーとしての経験もそうですし、配球であったりとかっていうところ、チーム内での、その信頼度ね、守備に対する信頼度っていうのは、間違いなく一番高いと思いますし、ベテランの域にはなってきてるんですけども、強肩というところもね、まだ健在というところで、非常にね、経験のある素晴らしいキャッチャーだなというふうに思ってます。で、次、岸田選手ですけども、岸田選手はですね、僕の年齢の一つ下で、今現在27歳かなっていうところになってます。で、岸田選手、一言で言うなら、必死さというところですね。守備においてでもですね、非常にこの、どうしても0点に絶対抑えるんだっていう気持ちは、テレビを見ててもね、すごく伝わってきますし、打撃においても今年ね、非常に打ってるっていうのはあるんですけども、非常にワングリップね、一拳を余らして、打ったりとか、ベースにこう寄ってね、構えたりとか、デッドボールを当てられて、もうガッツポーズをしたりとか、そういう風なところで、非常にその、気持ちが強い、選手。リードに関しても強気のリードをしたりとか、そういう攻めるっていうところが非常にこう特徴的なね、必死さであったりとか攻めっていうところが非常に特徴的な、3拍子揃ったね、非常に素晴らしいキャッチャーです。で、最後、大城さんですけども、大城さんはね、非常にポテンシャルがすごくあるというところ。で、特に、その打力っていうところに関しては、非常に3選手、なんなら、日本球界全部見渡しても、トップクラスの打力を誇ってるんじゃないかなというふうに思います。で、守備に関してもですね、いろいろ守備が悪いとかいろいろ言われてることはあるんですけども、実際ね、盗塁阻止率であったりとか、ブロッキングのね、精度であったりとかっていうところを指標を見るとね、非常にレベルの高いものを持ってますから、そういったところで、守備的にもね、非常にレベルが高いキャッチャーだというふうに思います。で、今回の本題、キャッチャーの振る舞いとは何ぞやっていうところを、これから見ていきたいと思うんですけども、まず最初に、なんでキャッチャーばっかり言われんねんっていう話なんですよ、まずね。日本の野球見ててね、キャッチャーのリード悪いですねとか、キャッチャーが悪いですねとか、キャッチャーのせいですねっていうコメントってたくさんあると思うんですよ。で、それっていうのは、アメリカではなかったりするんですけども、じゃあなんでやっていうところなんですけども、やはりサインを出してるのがキャッチャーであったりとか、その昔からこのキャッチャーが試合を引っ張っていくとか、なんかキャッチャーがピッチャーをなんかこうリードしていくみたいな風潮がすごくあるので、なんか打たれたらキャッチャーのせいみたいな、なんかそういう風潮はね、昔から日本にあって、今でもね、実際あるんじゃないかなというふうに思ってます。で、僕のキャッチャーやってきた意見からするとですね、その風潮は僕はやめた方がいいのかなというふうに思ってまして、非常にね、僕もずっとやってましたけども、キャッチャーっていうのはね、非常に面白いポジションで、その僕もね、非常に何回も何百回、何千回も怒られてきましたけども、非常にね、それでも面白いポジションだなというふうに、今でも思ってますし、やはりその、
キャッチャーをやる、はじめとしてね、キャッチャーっていうのはすごく怒られるんだっていう、なんかその印象があると、やはり少年野球でもね、キャッチャー行きたくないなっていう選手が多くなったりするので、そういったところで、その、なんかキャッチャー怒られるっていうイメージが、キャッチャーのそのイメージ像を悪くしてるんだったら、それはもちろんなくすべきだと思うし、それを差し引いたとしても、僕は非常に、面白いポジションじゃないかなっていうふうに今でも思っております。で、振る舞いというところをちょっと見ていきたいんですけども、まあそのね、まあ大城さんが今2軍にいて、まあ打撃というところもちょっとこう低迷というか、調子が良くなくて落ちたっていうのはあると思うんですけども、振る舞いね、キャッチャーの振る舞いというところ、なんなんっていうふうにね、皆さん思われてるんでね、じっくり解説していきたいと思います。で、振る舞いって、まあいろいろあるんですよ。あるんですけども、まあ大きく分けると、まあ僕3つぐらいになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。うん。で、まず一つ目なんですけども、サインの出し方、まあ返球の返し方とかっていうところに、あるんじゃないかなというふうに思ってて、やはり今現状ね、まあメジャーリーグではこうピッチクロックというかこうなんかこうやってサインを送ったりとかありますけども、現状まあ日本ではキャッチャーがサインを出してそれに対してピッチャーがこううなずいたり首を振ったりっていうのが主流だと思います。で、そのサインの出し方であったりとか返球の返し方って、まあそのサインって毎球毎球出すじゃないですか。で、そのサインの出し方もね、やはりキャッチャーが自信ないように出せたりとか、そのテンポが悪かったりとかね、どういうことかっていうと、ピッチャーがこう、もうセットポジションとか、こう投げたいなと思ってる、サインを見てるのにまだキャッチャーが出してなかったりとか、ピッチャーが早くね、ボールをもらって、その自分のルーティーンであったりとか、こう、整理をしたいと思ってるのに、なんかなかなかキャッチャーがこう、ふわーんって返したりとかしてると、やはり試合のテンポも悪くなるし、ピッチャーとそのキャッチャーのその、相性とかにも結構響いてきたりするんで、どっちかっていうと、キャッチャーっていうのは、まあ、ピッチャーが主導的なんで、もう、ピッチャーがこう、サインを見ようとしてるときには、もう、なんて言うんだろう、もう出せる準備、サインの指を出せる準備をしておかなければいけないっていうのはあると思います。で、まあ、ランナー二塁に行ったりとかすると、まあ、ランナー二塁からね、こう、サインを送られないように、複数サインをこう、出したりするんですけども、そこも、やはり、パン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 って出すんですよ。なんかこう、こういう、自信なさげにこう、ポンポンって出すんじゃなくて、はい、パン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 みたいな感じで出してあげると、ピッチャーもわかりやすいし、テンポも良くなる。で、返球の返し方もですね、まあ普通の時は普通にパンって取って、パン止めて、ピュッて返せばいいんですけども、例えば、ピッチャーがこう当ててたりとかすると、ちょっと落ち着けよと、パン取って、おー、誰々落ち着けよって言って、ちょっとゆっくりめに返してあげたりとか、そういうその、ピッチャーの状態であったりとか試合の展開も見ながら返球を返し上げたりできるキャッチャーっていうのは非常に間が良かったりとか、このキャッチャーの振る舞いがいいとかよく言われる、ゆえんというかね、そういったところはあるのかなというふうに思います。特に、まあ、その小林選手なんかね、見てると非常にその試合の流れであったりとかピッチャーの状態をね、うまくこう、なんていうの、把握しながら、ここはね、ランナーがいないからちょっとテンポよくこう、返してあげたりとか出してあげたりしてますし、ちょっとここはね、落ち着いていこう。この展開はちょっと危ないから、一球一球丁寧にいこうっていう感じで、ちょっとね、間を取って返球をしたりとかっていうのは、非常にしてるなっていうのは、やっぱ上手いなっていうふうに僕も見てて思うので、そういったところもね、皆さんね、プロ野球を見る際に、あ、このキャッチャー間がいいなとか、なんかこう、すごく、ピッチャーが投げやすそうだなっていうところを、まあ、もっとね、見てあげると、野球観戦も、なんかより深いところまでできるのかなっていうふうに思います。で、二つ目なんですけども、まあ、ジェスチャーっていうところですね。まあ、よく、キャッチャーの方がね、なんかこう、低く来いよとか、強く高め来いよとか、よくやってますけども、これっていうのは非常に大事だと思います。とか、僕がめちゃくちゃ怒られたんですけども、これね。実際このジェスチャーっていうのはめちゃくちゃ大事です。うん。昨日の試合でも、まあ、その、山崎伊織投手を投げてまして、岸田選手はね、低く来いよとか、広く来いよとか、ああ、ここは高め強くやぞとか、よくやってましたけども、ピッチャーも分かってるんです。うん、分かってるんです。ここは低くいかなあかん。ここはボール球でいいよ。ストライクからボールになるボールでいいよって分かってるんですよ。分かってるんだけど、改めてそうやってね、はっきり意思を表示してくれると、ピッチャーも、やっぱりこう、頭がカッカカッカしてたりとか、なんて言うんだろう、その自分の投球にこう集中できてなかったりとか、まあ、いろんな要素があるんで、そういったところってあるんでね。そこを、ピッチャーも分かってるだろうけど、改めて広く来いよとか、
改めて、低く来いよとかってやってくれると、あ、そうだな、あ、ちゃんと意識しないとっていう風に意識がまた、この、なんて言うんだろう、意識がこう戻ってくるんでね。それっていうのは、非常に大事だと思います。プロレベルの選手でも、そういったことってあるので、それっていうのは非常に大事だと思います。で、これはちょっとベンチに対しても結構あったりとかね、するんですよ。で、キャッチャーがね、例えばこう、先ほど言ったように、キャッチャーは怒られ役やっていう風なお話しましたけども、やはりね、キャッチャーがこんだけね、ジェスチャーして分かりやすくやっててっていうのは、ベンチにいるスタッフ、監督、コーチも見えてるわけですよ。あ、あのキャッチャーめちゃくちゃジェスチャーしてんな。めちゃくちゃ伝えようとしてんな。でもピッチャーが投げられてないなってなってくると、ピッチャーをしっかせなあかんぞっていう風になるんですけども、やはりキャッチャーがあまりこう、そういう風な意識疎通をできてないと、意思表示できてないと、おい、キャッチャーもっとこう、お前、意思疎通せなあかんやろ、みたいな感じになるんで、やはり、そういった意味でもね、味方のベンチにも分からすぐらいやるっていうのは非常に大事だし、それぐらいやってちょうど良かったりするんでね。っていうところは、非常に、振る舞いとして、ジェスチャーっていうところはね、あるんじゃないかな、というふうに思います。で、三つ目、最後なんですけども、声かけです。はい。キャッチャーはね、一人だけこう、グラウンド側に向いてるポジションで、扇の要とか言ったりしますけども、やはりね、キャッチャーだけなんですよ。全部が見えてるのって。フィールド上で、選手がいてね、誰がどこのポジションにいて、どういう動きをしててっていうのを、一括で見られるポジションっていうのはキャッチャーしかないんですよね。で、その中で、やはり声をかけていく。ピッチャーに対してもそうです。昨日、山崎伊織投手のコメントでね、岸田捕手はこの、一球一球に対してアンサーをくれると。いいボールやったぞとか、ここはもっと、広くやとか、丁寧になとか、毎回声をくれると。すごく、いいですっていうふうに言ってましたけども、そういったピッチャーに対する声かけももちろん大事です。そこが一番大事なんですけども、その、他にもですね、声かけていろいろあってですね、例えばですけども、キャッチャーがこう配球したりするじゃないですか。で、そこで、例えばこの場面はね、ゴロを打たしてゲッツが欲しいなとか、外野フライを打たれたくないなとか、このバッターこういう引っ張りの傾向があって、ちょっと、ポジションを寄らしとい、寄っといて欲しいなとか、いろいろあるんですよ、そういうのって。で、実際ベンチからサインっていうのは出たりするんですよ。守備位置のサインであったりとか、今だったら安倍監督がね、こうやってこう、サイン、あれは球種のサインとか出してるんですよ。で、出してるんですけど、やはり、ベンチからじゃなくて、そのやってる選手が感じるものっていうのもあると思います。だから、そこで、例えば岸田選手とかよくこう、なんか山崎伊織投手のこう、シュートとか出した時に、坂本さんこうちょっと寄って、みたいな感じでこう、パッパッパッってやったりとか、門脇ちょっと寄れ、みたいな感じでこう、指示したりとか、守備の体験も出るんですよ。外野もうちょい前とか、後ろとか、いろいろ出るんですけど、それも、ちょっとこう、後ろたかっといてくれとか、ここバントあるぞとか、そういうふうに、ピッチャーだけじゃなくて、野手にも、全部見えてるんでね、そういったふうに、声かけするっていうのは、非常に先ほど言ったように、野手もわかってるんですよ。ここバントありそうやなとか、わかってるんだけど、改めてこうやってバントあるぞとか、セーフティーもあるぞとか、これプッシュもあるぞとか、空振りしたら、飛び出しあるから投げるぞとか、そういうふうに言ってくれると、やはり、分かってるんだけど、なんて言うんだろう。さっきと同じで、改めてこう、意識がね、できるっていうのがあるので、そういったことっていうのは非常に大事だと思うし、やはりこう、扇の要とか、自分だけがこう、見えてるんでね、そういったところを細かくこう、なんかこう、支配するじゃないけども、司令塔じゃないけど、サッカーでもバスケでもあったりするじゃないですか、そういうポジションっていうのは。だから、野球においての、そういう司令塔とかいうところはですね、キャッチャーなのかなっていうふうに僕も思いますし、だからそういうのを動かしたりとか、フォーメーションとか、相手にこう、意識させたりとかするのが、すごく楽しいポジションなんで、そういった振る舞いっていうところを、今言ったような3つぐらいありましたけども、そういった振る舞いを大城さんがもっとできるようになったら、もう間違いなく日本一のキャッチャーになれるというところで、今ファームに行って、いろいろ頑張ってるんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じでね、今日はキャッチャーの振る舞いというところを見ていきました。はい、3つ僕ありましたけども、少しね、もしかしたら分かりにくかったかもしれないですけども、やはりね、試合、このチャンネルの視聴者さんはね、すごくジャイアンツ戦をね、見てくださって
くださったりとか、してる方が多いと思うので、そういった振る舞いみたいなところは、もしかしたら目にしたこともあるかなというふうに思います。で、僕が今言ったようなところっていうのを意識してね、見てもらえるとですね、あ、このキャッチャーすごくやってるなとか、すごくこう、わかりやすいなとか、ピッチャーに献身的だなとか、守備も動かして、自分が司令塔になってるなとかいうところも、非常にわかってくると思うので、僕が今日言ったこの3つのね、サインの出し方、返球の返し方、ジェスチャー、声かけ、この3つぐらいはね、まあ声かけのところは、ちょっと声は入ってこないんですけども、まあそのなんか言ってるなみたいなところは見えると思うので、そういったところを見ていただけるとね、ああ、このキャッチャーいいなとか、このキャッチャーなんかあんまできてないなとかいうのが分かってくると思うので、ぜひね、皆さんもそういったところにも注目して、野球観戦をしていただければなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお疲れ様です。じゃあね、バイバイ。